今回健康検証させていただくのはこちら、バン、やせやニンニクラン。ぽいねぽいね、皆さんも知ってるんじゃないでしょうか、はい、株式会社やずやさんのやずややずやのやずややずやの私電話番号が丸分かりやずややずやのね、雪町ニンニクラウンを健康になるために試していきたいと思います、はい、ただまあ、やずやさんって押してるからちょっと皆さんねあれ、うん、と思うかもしれないけど、うん、一切提供とかじゃない、そうなんです、うん、お金は一切もらっております。ただ単のうちの趣味でそうそうそう、自分たちは健康になるぞっていう気持ちだけで、ただ買ってます私たちも、なのでまあ皆さんもこの動画がね、うん、良ければだし、うん、もう全然そのもう試さなくて試さなくてもいいそんなこと言わないお金をもらってない上に、はい、同時期に検証を私たちなりにさせていただこうという企画でございます。こちら雪町ニンニク卵黄がだいたい1日に2粒から4粒、うん、はい、31日分入っていますので、2粒で2人で、まあ、約2週間ですね、こちらを飲み続けていって体がどうなるのかっていうのを24歳女子が試してみたいというふうに思います。24歳がやることじゃないよ、初めて触ったやつや。それでは早速飲んでいきましょう。じゃあ早速開けますよ、お願いします。どんな感じなんだろうやすやって、やば、あマジニンニク卵黄。どういうことやニンニク卵黄すごいよ、いやほらすごいすごい、大きさも結構ほんとなんか大豆の大きさ、大豆だ、でもちょっと山下さんだけどでかすぎてさ、じゃあ持ってみなよじゃあこれを持ってみなよ、一緒やって、いただきます。はい、味わってんの？なんか割れちゃうよ。口に入れる感じは無味。飲みました。もう何も分かんない。何も分かんないよ。全然カプセルだ。じゃあいただきます。はい。本当だ。なんか何もね。うん、味しない。本当に負担なく飲めますね。すごいね。大豆の代わりにひじきとかに入れてもバレなそう。バレるよ。溶けるんだから。うん、サラサラ飲めるね。すごいイントネーション。全然なんか中学生とお子さんね、小学生の時私これ飲めなかったかもしれない。早いんじゃない小学生。これ口臭い？嗅覚がないから。あすごい嫌な温度の風が。これちょっとじゃあお腹で弾けてからまた何かあればご報告しますね。はい。それで、いやそれで思いなんだね。どうですか、一週間飲んでみて。まだそんなに、うん、自分の変化はわからない。わかんないね。なんかそう、レビュー見た感じ、うん、やっぱその、うん、おじいちゃんおばあちゃんからの熱い支持を得てたから。うん、いや、そうだね。ちょっとうちらにはなんか元ある元気を超えてくる元気は、まだない。まだ今のところね、うん、正常、いつも通りの活動ができてる。でもよくもある子別に匂いとかもないし、全くない、その、本当に何もない。うん。なんかさ、うん、心なしかちょっと眠たくなってこない？ニンニクなの？はい、というわけで約2週間ニンニクラモを飲んでみました。見ました。皆さんの目には何か変化ありますか？ずるいずるい、ニンニクラウンでこうなるわけないだろ。どうでした、飲んでみて。え、まず、うん、大前提としてニンニクラウンを匂うと思われがちじゃん、ニンニクってついてる。確かにね、確かに。なんか全く匂わない、くさっ、全く匂わない、くさっ、おいジップロックの中に長期間いらっしゃると、うん、散布してるんでね、いらっしゃるとそういう匂いがし始めるんだけど、うちらが実際飲んだり飲んだ後とかは全く匂いしないよ、うん、ね、それから、はい、飲みやすい、見てほしい、これがニンニク卵黄なんですよ。初めてじゃない、こいつが美容系 YouTuber で登場したの。これ親指と人差し指なんですけど、わかる、本当に
小さい、爪と同じくらい。そうだね。嫌だな。私は飲みやすくて、ああ、私はちょっと大きかった。突っかえる感じはありました。うん、やっぱこれはね、普段どれだけこういうツボ飲み慣れてるか。そこでね、マウント取ってくるやついるんだけど。で、まあ実際飲んでみて、体にどんなことが現れたのか。まずデメリットから。あの、人に、うん、私ニンニクラーメンを飲んでるんですっていうのちょっと恥ずかしかった。 おじいちゃんおばあちゃんはいいんですよ。多分50代以降はいいんですけど、確か24で、あの、毎日飲んでるのがニンニクラーメンはちょっと恥ずかしかった。ちょっと、まあ、お値段とかはそんなにね、うん、まあ毎日飲むんだったら全然。でメリットは正直ないです。あ、これはね、うちらがバカすぎた。そうだね、そうだね。50年後、40年後、またよろしくお願いします。以上、手作りパンの山ちかとハツでした。コネコネ、ありがとうございました。これからも楽しく検証していきますので、チャンネル登録、グッドボタン、高評価。同じだ。コメント、コメント、コメント、よろしくお願いします。でも難しかったね。難しかった。